どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。はい、ですね、また、先日ですね、ゴエモンジャパンの VS クラちゃん戦、その10人の関東勢でオフ会をしたんですね。そこで私がこの猫さんの端末を実際に使用して、要するにこの表示されている編成を使って、私がタウンホール9の攻めをしてみました。なので攻撃側猫さんではなく、これキヨキヨです。はい、なのでそちらの方のですね、リプレイを見ていきたいと思います。まあ、今回編成見てもらえる通り、ハイブリッドです。タウンホール9でハイブリッドしていきました。ということでリプレイ見ていきましょう。はい、まずはですね、こちらからババ1ウォールブレイカー1で相手の援軍を釣りました。まあ、もともとですね攻めてあったので、もうその援軍が何かっていうのは分かっていたので、このような釣り方をしました。まあ、そしてですね、ラバーハウンドを釣っていって、こちらでやっぱハイブリッドでアーチャークイーンがねターゲット取られちゃうと嫌なので、アーチャーで足止めしといて陸パートに移りました。まあね、タウンホール級余裕だろみたいな感じだったんですよね。そしてアーチャークイーンとウィザードで、まあ、サイドカットしつつウォールブレイカー慎重に出していって、よし、陸パート OK って思って、バーバキンもまあ早めに出して、まあ反れないだろうと思っていたので、そしてジャンプの呪文も打ってきました。ここでアーチャークイーンも中に入ってくれるだろうと思った次の瞬間、ふわー、次の瞬間ですよ。さあ、そしてまあ、うわ、やべえ、アーチャークイーン反れてんじゃんみたいな。でもみんなでこうモニター見ながらやってたんですけど、うわー、やばいみたいな、反れんなみたいな感じだったんですね。まあ、ここでラバーハウンドも向かってきちゃうっていう。そしてゴーレムがレイジゴーレムでやってるので、対空砲をよっしゃ破壊してくれるだろうと思って、結構見てて、今もうソラパートに移動しました。ソラパートもね、なんかもうぎこちない感じで、ああなんかもうヘイスト使っちゃってるよみたいな。でラバーハウンド出してねえしみたいな感じで、もうタゲ取られてるしみたいなね。でラバーハウンド出してって、なんかもうグダグダグダでレイジみたいな、レイジ出すけどなんか敵のラバーハウンドいるわみたいなね。で、わあ、中心部テスラおおみたいなね。で、なんか全然回せてないし、うおみたいなね。でこれでまあやっていって、まだラバーハウンドがまだ生きてるんですよ。あ、で、あ、そうですね、今死にました。で、うーわーってなって、うーわーってなって見返してみると 56% と。いやー、これね、タウンホール級の皆さん、あなたたちはすごいですね。私こんな村っすよ。こんな、なんかまあ、こんな村って言っちゃちょっとね、適切ではないかもしれないんですけど、防衛説はまあ一応カンストぐらいな感じで、まあ、どうですかね、敵のアーチャークイーンも14-10ですよ。で、紫壁みたいな。いや、本当にね、タウンホール級の皆さん、で、タウンホール級で星さんをバシバシ取っている皆さん、あなたたちは最強です。ということで、まあね、まあ、声を荒げるのはここら辺にしといて、ほんとね、私今回タウンホール9の攻めやってみたんですけれども、ほんとにね、なんか難しかったですね。まあ、今回の、まあ、その攻め的にはね、まあもう、アージャークイーンがこう、それてしまうっていう、もう、クラクラプレイヤーとしてあるまじき、ね、行為というか、プレイだったのね、ちょっとまあそこ反省しつつなんですけども、まあ、サイドカット甘いっていう、まずもう初歩的な感じですからね、僕の場合は。なので、本当、タウンホール級の皆さん、あなたたちは偉大です。これからも、タウンホール級の皆さん、頑張っていってください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。